こんにちは、まるみです。今日は徒歩キャンプ向けに新しいテントのレビューをしようと思います。では設営に入ります。このグランドシートもセットでついてきます。今日のテントはサイズはね、こんな小さいネイチャーハイクのタガーワンでいいのかな、このテントを持ってきました。今日初めて使います。で、中にはポールと、この中はペグとロープが入ってます。今ね、開けてみてクオリティすごいなって思ったのは、こういう包むやつ結構紐、ただの布切れみたいな紐が多い中ね、こういうね、ちゃんとしたバンドみたいなんで止まってました。もうこれだけでテンションが上がる。イエイ。重さがね、もう本当に軽くて、このテントはサイズが1人用と2人用があって、今回私が使うのは1人用なんですけど、重さが全部込みで 1453g なんで、ちょっと前に紹介したねテントよりは、まあ、ちょっとだけ 200g ぐらい重い感じです。じゃあまず最初にグランドシートをペグで留めてきます。ペグはね、全部で12本入ってます。こんなにいるかな、多分6本ぐらいでいけると思うんだけど、とりあえず使ってみます。ここのキャンプ場、下が砂っぽいから早速汚れた。はあ。テントをね、広げたらペグで留める前にポールをね、セットします。ポールはこの1本長いのとミニサイズのね、ポールがあります。なんで2本ポール入ってます。で、この長いのは向こうの端からこっちの端までをくくりつけて、短い方はこっちからこっちよっていう感じです。テントの真ん中の部分にこのポールを入れる細いとこがあるので、で真ん中でね、一回出ちゃうから、お、どこだ、反対側の、どこにあるんだ、反対側のね、穴にまた入れてあげます。真ん中のね、部分にポールを刺したら、一気にね、こうアーチを描くように止めていきます。止める部分をね、こんな感じのところにこのポールのこれを刺します。で、このまま反対側も同じようにここにあの先っちょを刺します。あとちょっと、あとちょっと頑張れ、よし、ちょっとテント壊れないか不安、よし、いけた。両方とも向こう側も通すのが結構難しいってね、他の YouTube のレビューとか言ってました。確かにね、結構大変、ブチってなって壊れちゃうんじゃないかってぐらいの力でやんないとくっつかなかったです。どっちも通したら四隅を全部ペグにくっつけます。よし、ここまで来たらもうほぼ完成。ここはまずこの真ん中を止めて、よいしょ、あー、もう汚れちゃった。へこみのとこにこいつを合わせて、で、ここをセットしたら、次反対側も同じように止めます。こんな感じでセットできました。意外と横幅あるね。あとは、そこと、そこをペグ打って完成です。後ろ側のここね、ベンチレーションをセットして完成。完成しました。こんな感じで、前はこんな感じです。
今ねここペグで留めてるけど、こっち側もね同じくくくれます。テントの中はこんな感じで、1人プラス荷物リュック1個ぐらいなら置けそうです。でね、こっち側がすごいのが、ここ開けるとこっちのね後ろ側のなんていうの、硬室、前室の反対のところに靴とか小物が置けます。ちょっと靴をねこの上をショートカットさせるのが私はあんまり好みじゃないけど、でもねこっち側にも置けるのがすごいねいいなと思います。マットをね置いたらこんな感じで、かなりスペースは広めです。今テント内に入りました。中はねこんな感じでめっちゃ広い。前側はメッシュ、後ろ側もメッシュで、下は開けられるようになってて、今ね寝転んだんですけど、160センチの私は上こんだけ余りますね。今ね足は本当に反対側の壁にギリギリつかないぐらいの位置なんですけど、こんだけ余るので荷物余裕で置けますね。天井にはねフックが1個ついてるので、ここにライトかけられます。フライシートとインナーが分かれてなくって、もうフライシートにこういうメッシュがついてテントの空間ができてるっていう感じなので、結露はねきっとすると思います。この軽さでこの広さなら十分じゃないでしょうか。こっち側にはスマホ入れたりするポッケ一つ、反対側にはないです。余裕でね寝転べる広さで、これは快適じゃないでしょうか。後ろ側はジャックがついてないので、風通しをねよくするっていうのは無理なんだけど、下をねちゃんとねペグで広げとくと、風通しはねガンガンはないけど、まあそんなこもらないっていう感じです。まあ夏はねどっちみち暑いからしょうがないかな。ベンチレーション開けてる部分はここに手を置いとくと、今ね風がね入ってきてるのは分かります。ちゃんとね役に立ってる。前室を閉めるとスペースはこんなもんで、人によってはお湯沸かしたりぐらいはするかもだけど、私はちょっとねこれだとね火事起こしそうで怖いんで、私はまあ無理かなって思います。高さがあんまりない固形燃料ぐらいなら使えるかな。でもちょっと怖いな。で、荷物はね置くとしたらこんな感じで、今日私ね下に引くようなもの持ってきてないから、グランドシートずらしてここまで持ってきたんですけど、荷物をこの中に置きたいんだったら何かレジャーシートとか1個持ってきた方がいいと思います。今テントの中はこんな感じです。雨が降るかもしれないので、荷物は前室とこっち側に靴で、それ以外はねテントの中に入れたんですけど、カバンをねドーンって置いちゃうと上は上で荷物が詰まってるので、こういう横とか沿わせて荷物を置いてます。ちょっと私がね荷片足下手でだいぶ汚いのはあるんですけど、でちょっとねシングルウォールでもうすでにちょっと結露してるので、この辺の荷物は濡れちゃうかなっていう感じです。ランタンフックはね上についてるので、やっぱランタン置けるからすごい便利です。あと前室はあんまり広くないんだけど、横幅がね結構あるので荷物は思いのほか置けました。ベンチレーター空いてるので、ここはね風通し良くて、こっちもね下から若干の風通しがあるので、夏はね意外と涼しいです。今気温がさっき見た28度ぐらいだったんだけど、全然暑さは感じないです。ではねちょっと朝起きたらまたどうなってるかレビューしたいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。テントねびっくりするほど結露してない。何が起こったんだろう。ちょっと晴れ間が出たからかな。あの朝のびしょっていうのがないってめっちゃ嬉しい。まあ、ちょっと荷物はすごいあるんだけど、寝てみてね狭いとは全く思わなかったし、天井まで結構高さあって、一番高いところで105センチあるので問題なく余裕で座れますね。座ってまだこんなに空いてる。で横幅は90センチ、縦幅は210センチ、でこの前室のから向こうまでがちゃんとパッと貼れば55センチ、後ろ側も同じく55センチなので、収納した時あんなにコンパクトなのにテント自体は中広いです。内側にもこういう引っ掛ける部分があるので、このメッシュの部分をここにかけて固定することもできます。テントを片付けます。
も崩しちゃったけど、もし風が強いならここの部分結んで、こうガイロープを張れるようになってます。こっち側もここ結んでガイロープ張るっていう。強風の時とかね、山でテント張る人とかはガイロープ使って固定した方がいいと思います。最初ね、ここの幅よりも長く巻いちゃったけど、素材が柔らかいのにギュッギュッて押し込めばね、問題なく入りました。いかがでしたでしょうか。今回このテントは、すごい軽いなと思ったのと、ドーム型だからちょっと気になって、で使ってみたんですけど、私のしてるドーム型ってね、ポールがこう交互にこうなる形で成り立ってるのに、ほぼ1本で成り立ってるから、やっぱりそれで軽量化できてるなっていうのですごいなと思うんですけど、組み立てがね、思ったよりあのポールをはめるのが大変で、コツがつかめればね、多分設営自体をほんとね、手具打ち入れても3分ぐらいでできるんじゃないかなと思いました。で、空間も広いし、中でね普通に座れるので、で空間が広いから座っても体がねテントに触れることないので、例えば昨日の夜とか結露してた時も体にねベタベタ張り付くっていうのはなかったです。やっぱりシングルウォールなので結露はしょうがないなって思うんですけど、暑い日とか、今日は違うけど天気がいい日とかだと多分すぐ乾くと思います。昨日の夜すごい結露してるなって思ったのに、朝起きたらね全然パリッとしてたので、なんかね結露気になるよっていう方も、シングルウォールだとみんなあんな感じかなっていう思います。電室もあるし、で、硬室、靴とか置いたりとかできる空間があるのすごい便利だなって思いました。ただね、靴をこう移動させるときにね、砂とか落ちちゃうから、靴はね、袋とかに入れて移動させる方がいいと思います。一個ね、デメリットというか、私はうーんって思ったのは、ちょっと全室がね、狭いですね。もうちょっと広かったら雨の時とかでもいいのかなと思いました。でも軽いし、しょうがないかなと思います。あの軽さであの広さでドーム型テントっぽい感じで使えるので、このテントはこれから活躍しそうです。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。